取れたての情報をお届けする挨拶。横浜市の鈴木区役所でゴミや資源の啓発に関するパネル展が開催されています。これは横浜市が策定した横浜プラゴミ計画に合わせてゴミの分別や削減を意識してもらおうと企画されたものです。横浜市では脱炭素社会に向けて横浜プラゴミ計画を作成しました。今回は特にまだまだ燃やすゴミに含まれている、プラスチックの削減についてちょっとご説明させていただきたいなと思っています。プラスチック分別の他に食品ロスについてと、あとですね、災害時のトイレの対応についても今回展示させていただきます。ご確認していただきたいと思います。会場ではプラスチックごみにまつわる環境問題の現状や横浜市が推進している取り組みについても紹介されています。明日22日はリサイクルをテーマにした体験ブースも開設される予定です。まだまだ分別がわからない方に対しての分別の相談コーナーや、体験としてマイクロプラスチックを使ったスノードームの作成やキーホルダーの作成を体験していただきますので、ご来場いただければと思っております。このパネル展は6月26日まで開催されています。